こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はダイソーのメランジテイストです。こちらのイエローグリーンを使ってかっこいい感じのブランケットを編んでいこうと思います。8号のかぎ針を使って編んでいきます。では早速編んでいきます。糸を巻きつけて結び目をします。この目は編まない目なので、キュッと引き締めておきます。鎖編みで作り目をしていきます。作り目は9の倍数プラス2目で調整していきます。9の倍数プラス2目が奇数目になるようにしていきます。鎖を101目編んでいきました。9の倍数プラス2目が奇数目になるように編んであります。最初の1段目は細編み段で編んでいきます。鎖1で立ち上がって、立ち上がり目の隣の目です。ここをすくって細編みしていきます。段の最初の目にはマーカーをつけておきます。今回は表半目をすくって細編みしていますが、どこをすくって編んでいただいても大丈夫です。最初の1段目は1目に1つずつ細編みで端まで編んでいきます。細編みで1段編んできました。次の段から模様編みで編んでいきます。立ち上がりは鎖2目で編んでいきます。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。編み地を返します。次の目から表引き上げ編みを9目編んでいきます。長編みの表引き上げ編みで編んでいきます。糸をかけて隣の目です。前段で編んだ細編みの柱です。ここを表から針を入れて細編みの柱を1本すくいます。糸を引き出して2つずつ引き抜いて、長編みの表引き上げ編みです。この編み方を9目繰り返して編んでいきます。糸をかけて隣の目の細編みの柱、ここを表から針を入れて1本すくったら、糸をぐっと引き出して長編みの表引き上げ編みです。繰り返して9目編んでいきます。長編みの表引き上げ編みで9目編んできました。鎖2つで立ち上がって、隣の目から9目編んであります。次は裏引き上げ編みを9目編んでいきます。糸をかけて隣の目の細編みの柱です。裏引き上げ編みなので、編み地の後ろ側から針を入れて細編みの柱を1本すくいます。糸をかけてぐっと引き出したら、2つずつ引き抜いて長編みの裏引き上げ編みです。糸をかけて隣の目の細編みの柱、編み地の後ろ側から針を入れて、糸をかけてぐっと引き出したら、2つずつ引き抜いて編んでいきます。ここも9目編んでいきます。長編みの裏引き上げ編みで9目編んできました。編み地をこの方向で見ると、横から見ると編み地の前側にポコッと出ている方が表引き上げ編みです。
編み地の後ろ側にポコッと出ているのが裏引き上げ編みになってきます。この表引き上げ編みと裏引き上げ編みを9目ずつ繰り返しながら交互に編んでいきます。では表引き上げ編み9目、裏引き上げ編み9目繰り返しながら端まで編んでいきます。表と裏9目ずつを繰り返して端まで編んできました。最後1目残っていると思います。ここは中長編みを編んで編み終わります。マーカーをつけておいた目に糸をかけて引き出して、針にかかっている3つの糸を一度に引き抜いて中長編みで編み終わります。3段目を編んでいきます。立ち上がりは鎖2目です。マーカーをつけておきます。編み地を返します。最後に編み終わった表引き上げ編み、これを編み地を返すと後ろ側にポコッと出ています。編み地を返すと裏引き上げ編みになります。前段で編んできたこの模様と同じ編み方で編んでいきます。編み地を返したことで裏引き上げ編みになっています。次の段も裏引き上げ編みで編んでいきます。前段で編んだ長編みの柱を後ろから針を入れて糸を引き出します。裏引き上げ編みで編んでいきます。同じように後ろにポコッと編み地が出ています。糸をかけて編み地の後ろ側から針を入れて柱を1本すくって糸を引き出して裏引き上げ編みで編んでいきます。この段は裏引き上げ編み9目、表引き上げ編みで9目繰り返して編んでいきます。端まで編んできました。前段と同じ模様編みになっています。最後の1目編み終わりは中長編みで編み終わります。マーカーがついていた目に針を入れて中長編みで編み終わります。この同じ模様の編み方で何段か編んでいこうと思います。4段か5段繰り返して編んでいきます。立ち上がりは鎖2目です。立ち上がりの目にマーカーをつけて編み地を返します。ここも編み終わりは裏引き上げ編みだったんですが、編み地を返したことで表引き上げ編みになっています。編み地の前面にポコッと模様が出ています。前段の柱をすくってで表引き上げ編みで編んでいきます。この前段と同じ模様になるように4段か5段繰り返して編んでいきます。4段か5段かなと思ったんですけど6段編んできました。細編み段の次から数えて6段編んであります。この編んできた横幅と縦の幅がだいたい同じぐらいの長さになるように編んであります。私の場合 6.5 センチとこの細編み段の上から測って 6.5 センチと同じくらいの大きさになってます。これを一つの模様としてブロックみたいなレンガみたいな形になるように編んでいこうと思います。編んできたこの模様の縦の幅と横の幅が同じくらいになったら次の段から前段とは逆の編み方で編んでいきます。立ち上がりは鎖2目です。編み地を返します。前段とは逆の模様になるように編んでいくので
前段が表引き上げ編みになっています。ここは編み地の後ろから柱をすくって裏引き上げ編みから編み始めていきます。ここも9目ずつ裏引き上げ編み、表引き上げ編みと交互に編んでいきます。まずは1段編んでいきます。一玉目がなくなってきたので新しい糸を足しながら編んでいきます。長編み段で編んであります。糸を引き出して長編みの未完成の状態で糸を持ち替えて最後の引き抜き編みで長編みを完成させます。2本の糸端は最後に糸始末していきます。あとは新しい糸を使ってそのまま編み続けていきます。前段とは逆の編み方で1段編んできました。ここは表引き上げ編みで編んである部分です。その上を裏引き上げ編みで編んであります。ここはその逆の模様になってます。裏引き上げ編みで編んだ上に表引き上げ編みで編んであります。これを6段ずつ模様を変えながら編み続けていこうと思います。そうするとこのブロックが交互に重なったレンガ模様になってくると思います。ではこんな感じでしばらく編んでいきます。このブロックを9ブロック分編んできました。これで長さが約50センチぐらい編めてます。横の長さは67センチぐらいになってます。最初の1段目を細編み段で編み始めています。最後ブロックを編み終わって細編み段で編み終わろうと思います。鎖1で立ち上がって編み地を返します。まずは根元に細編みします。細編みの頭にマーカーをつけておきます。前段で引き上げ模様を編んできましたが、この段は頭をすくって1目ずつ細編みしていこうと思います。では細編みで端まで編んでいきます。細編みで1段編んできました。最後の段は細編み段で仕上げています。ここから縁編みをしていきます。編んできたブランケットの周りをぐるぐると細編みしていこうと思います。鎖1で立ち上がって編み地を返して編んでいきます。ブランケット本体を往復編みで編んでいます。どちらが表になっても大丈夫だと思います。今編んできた細編み段の頭をすくって細編みで端まで編んでいきます。まずは根元に細編みします。色を変えてマーカーをつけておこうと思います。ここが一周の始まりの目になります。一目に一つずつ細編みで端まで編んでいきます。端まで編んできました。前段でつけた細編み段の頭です。ここが最後の目になるので、この目に細編みを3目編んでいきます。ここが縁編みの角の目になってきます。1つ2つ2つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。角の目の印です。同じ目にもう一つ細編みです。角の目には細編み3目編んでいきます。
次はサイドの部分を細編みしていきます。まずは前段の細編み段、ここのサイドの目なんですが入るところで大丈夫です。細編みの目をすくって細編みを一つ編みます。次はこのブロックを編んできた部分のサイドの部分です。長編みの引き上げ編み段で最後は中長編みで終わっている段と立ち上がりの鎖2目で編み始めている段と入っていると思います。細編み1目分と細編み2目分と編んでいこうと思います。まずは最初の部分です。細編み1つを編んだ次の段の引き上げ編み段のサイドの部分です。中長編みの柱を巻き込むように細編みを2目編んでいきます。同じ部分にもう一つです。1段下にずれたところに次は立ち上がり鎖2目が入っている部分です。ここもこの鎖の柱を巻き込むように細編みしていきます。この部分は細編み1目です。次1段ずれたところ、ここも中長編みの柱をすくうように、ここは細編み2目で編んでいます。次1段ずれたところ、立ち上がりの鎖2目を巻き込むように細編み1つ、これを繰り返して端まで編んでいこうと思います。中長編みの柱をすくって細編み2つ、鎖2目の立ち上がりの柱をすくって細編み1つです。繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後は細編み2目で編み終わっていますが、どちらで編み終わっても大丈夫です。次は作り目の部分を細編みしていきます。ここが角の目になります。角の目には細編み3目入っていきます。1つ目、2つ目、2つ目の目にはマーカーをつけておきます。同じ目に細編み3目です。次はこの作り目の部分、1目に1つずつ細編みしていきます。作り目の部分、細編みを1目に1つずつ編んで端まで編んでいきます。作り目の端の目にマーカーをつけておきます。ここが角の目になるので、ここも同じように細編み3つの増し目をしていきます。2つ目の細編みにはマーカーをつけて角の目を印つけておきます。次サイドの部分、先ほど編んできた時と同じように1段に対して細編み1つ、細編み2つ、細編み1つ、細編み2つを繰り返してぐるっと1周編んでいきます。1周編んできました。今引き上げ編み段のサイドの部分を細編み1つで編み終わったところです。最後は細編み段のサイドの目をすくって細編みを1つ、マーカーがついていた目、ここの根元です。今編んだ細編みと同じ目になるんですが、ここに残り細編み2つを編んでいきます。1つ目、2つ目、ここの今編んだ細編みが角の目になってきます。マーカーをつけておきます。これで1周編めたので、最後はピンクのマーカーをつけておいた目に引き抜き編みをして編み終わります。次の段から模様編みで編んでいきます。細編みと鎖1目飛ばして細編みと鎖1目飛ばして細編みと鎖といった感じで編んでいこうと思います。
角の目には同じように細編み3目の増し目をして編んでいきます。まずは鎖1で立ち上がって根元に細編みします。ここが段の始まりなのでピンクのマーカーをつけておきます。次は鎖を1つ編んで1目飛ばした隣の目、頭をすくって細編みします。繰り返して編んでいきます。鎖を1つ、1目飛ばした隣の目に細編み、鎖1つと1目飛ばして細編みを繰り返して、最初のマーカーがついている角の1個手前まで編んでいきます。角の1個手前まで編んできました。細編みをして鎖を1つ編んだところです。1目飛ばした隣の目に細編みします。次の目がマーカーをつけた角の目になってます。この目には細編み3目を編んでいきます。細編みで編み終わっていても角の目には細編み3目編んでいこうと思います。2つ目の目にはマーカーをつけておきます。もう一つ細編みを編んで3目の増し目です。次の目からは鎖で始まっても細編みで始まってもどちらでも大丈夫だと思います。今回は細編みを編んでから鎖で編んでいこうと思います。細編みを1つ編んで鎖を1つ、1目飛ばした隣の目に細編み、交互に編んでいきます。ここもずっと同じように編んでいき、角の目には細編み3つの増し目をしていきます。角の手前の目が鎖で編み終わってもそのまま角の目には細編み3目を編んでいきます。細編み3目を編み終わった次の目は細編みでも鎖編みでもどちらからスタートしても大丈夫です。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと一周編んできました。角の目には印がついています。マーカーをつけておいた段の始めの目に引き抜き編みをしてこの段を編み終わります。次の段も同じように編んでいきます。前段で編んだ鎖の上に細編みを入れて細編みの上に鎖が入るように編んでいきます。鎖1で立ち上がって、ここは根元に細編みを編んだ部分になってます。この目を鎖でスタートしていこうと思うので鎖1で立ち上がってもう一つ鎖を編みます。根元の目を飛ばした次の目です。前段で鎖を編んでいます。この穴の中に針を入れて細編みします。今編んだ段はこの鎖の目が最初の目になるのでこの穴の中にマーカーをつけておきます。鎖1つの立ち上がりと最初の鎖の目、ここの穴にマーカーをつけてあります。あとは前段と逆の編み方になるように編んでいきます。前段で細編みを編んでいるので鎖を1つ編んでこの細編みを飛ばした隣の目、穴の中に細編みを編んでいきます。鎖を1つ、1目飛ばした隣の目に細編みです。まずは端まで編んでいきます。最初の角の目の手前まで編んできました。穴の中に細編みを1つ編んで鎖を1つ編んで1目飛ばした隣の目、ここが角の手前になってきます。
ここに細編みを1つ編んだら、マーカーをつけておいた目に細編みを3目編み入れて角の目を作っていきます。2つ目の増し目にはマーカーをつけておきます。角の目を編み終わって細編み細編み鎖の穴とつながっています。前段で編んだここの鎖の目に細編みを編み入れたいので、この段は細編みから編み始めていきます。細編み1つ、鎖を1つ、1目飛ばした隣の目が鎖の穴になってきます。ここに細編みを編んでいきます。こんな感じで前段とは逆の編み方になるように調整して編んでいきます。縁編みの模様編み2段目の最後の部分です。角の目に細編み3目編んできました。最後1目残っています。最初の目を鎖の目で編み始めてきました。ここは細編みを1つ編んで編み終わります。最後はマーカーをつけておいたこの鎖の穴の中です。ここに引き抜き編みをしてこの段を編み終わります。次の段を編んでいきます。鎖1で立ち上がって前段で引き抜き編みをした部分です。鎖で作った穴の中に細編みを編んで編み始めていきます。あとはいつもと同じように鎖1目飛ばした隣の目に細編み、これを繰り返して編んでいきます。ぐるっと1周編んでいくと細編み3目増し目をした後の目数がだんだん1目ずつ増えていくので、数えて編んでいくことになるんじゃないかなと思います。ここだけちょっと手間なんですが、前段と模様が合うように編んでいこうと思います。縁編みを模様編みで5段編んできました。ここでちょうど8玉目の糸がなくなったので、ここで今回は編み終わっていこうと思います。縁編みの部分だけで3センチくらいは編めてます。最後段を編み終わって引き抜き編みをしたところです。このまま糸を引き抜いて編み終わります。最後はとじ針を使って糸始末していきます。編み地の後ろ側に糸端を持っていき、編んできた編み地の中に隠していきます。ある程度糸が隠れたら余分な糸はカットします。他の箇所も同じように糸始末していきます。糸を足して編んだ時に出てきたこの糸端は引き上げ編みで編んだところ、ここ縦のラインと横のラインがあると思います。この横のラインのこの鎖のラインの後ろ側、ここがちょっと目立ちにくいかなと思うので、このあたりで糸端を隠していこうと思います。このラインの後ろ側が目立ちにくいので、このラインに沿って糸端を隠していき、この後ろ側で糸端をカットしてあげると目立ちにくいかなと思います。他の箇所も同じように糸を隠していきます。完成です。とってもかっこいい感じのブランケットに仕上がりました。今回はこのブロックをちょっと大きめの感じで編んでみました。
このブロックの部分は往復編みになっているんですが、こっちの縁編みは片面を見て同じ方向で編んでます。なんですが、後ろから見ても同じような編み目になっているので、どっちを表にして使っていただいてもいい感じのブランケットになってます。今回は1色で編んできたんですが、これを段染め糸とかカラフルな感じにしてもかっこいいんじゃないかなと思います。また違った雰囲気で楽しめるかなと思います。今回は縁編みも模様編みしています。この縁編みも基本は細編みだけで編んでいるだけなので、いろんなブランケットの編み方に応用できるんじゃないかなと思います。何かのご参考になれば嬉しいです。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。